孫左衛門を演じられました役所広司さんです。桜庭七海さんです。まずそのハリウッドのプレミアいらした時のお話を今ここでご披露いただけますでしょうか。上映前にはこの人たちこの忠臣蔵という物語を知らずにこの映画をどうやって見るんだろうと、期待半分不安半分ありましたけども、最後は上映が終わった後には、すごい温かい拍手で、スタンディングオベーションで、迎えていただきました。舞台挨拶がやっぱりこうやってありまして、シャルウィダンスっていうのはみんなが見てるっていうふうに言われたんで、はい、役所さんの紹介を僕がしなきゃいけなくて、リチャード・ギアのオリジナルですって言ったら受けました。私は地元が鹿児島で、はい、その時にちょうど家族も映画を見てくれて、その時に祖父や祖母祖父母おじいちゃんもおばあちゃんもすごく感動してくれて、父や母もメールで感動したって言ってくれたりとか、メール電話もしてくれてすごく嬉しかったですね。次に会ってこんな役所君とか佐藤君、そんな方々と一緒に出演させてもらうことができて、次にオイラ幸せだい。ありがとうございます。忠臣蔵って誰でも知っててすごく幅広いようですけど、すごく実は男性向けの話で案外女性には間口が狭かったりして、これ言うと七海ちゃんに怒られちゃうかもしれないけど、七海ちゃんも実は忠臣蔵知らなかったんだよね。ちょっと内緒でお願いします。ごめん、内緒じゃなくなっちゃったけど、すいません。ですけど今回の最後の忠臣蔵は本当に女性の目線でも全然すごい、もう間口が広く映画の中に入っていけるし、若い人たちにはまあ俺自分じゃない部分で生きるという、その美徳の部分も あるんだなというのを感じ取ってもらいたいです。よろしくお願いします。赤穂といえば討ち入りした武士たちの地元になります。ということでこの若い衆がですね、赤穂から飛脚便で運んできてくださいました。大ヒット祈願させていただきます。せーの、あ、おめでとうございます。